ドライマンの死体、やったのは人間じゃないな。またドラウナーか。ズタズタだな。ドラウナーの死体だらけだ。やったのは凶悪な怪物か。これは少し古いな。育ちすぎた怪物がここにいたドラウナーを皆殺しにしたんだ。これほど大きいトロールは珍しい。高齢なのだろう。どうやら少し怒ったらしい。トロールは手先が器用に見えたが、字が書けるとは思わなかった。メモ、サラマンドラの封印。奴らがケイアモルヘンを襲った時のものだ。ここのトロールはドラウナー嫌いらしい。砦の襲撃計画か。俺の記憶とは違うな。たどり着く前にトロールに捕まったのか。このトロールには恩があるようだ。